14時間程度先ほど、東北地方を中心とします最大震度震度5強の地震が発生いたしました。これによりまして一時的に東北新幹線は全線で運転を見合わせましたが、先ほどすぐに運転再開となっております。これによります列車の遅れは軽微な遅れと予想されております。先ほど14時48分ほど東北地方宮城県中部におきまして最大震度5強の地震が発生いたしました。これによりまして東北新幹線は一時的に全面で運転を見合わせましたが、先ほどすぐに運転再開となっております。これによりますダイヤ乱れは軽微なものと思われます。